1時間くらい寝た。ああ、ちょっと待ってね。あ、間違った。そう、今日は朝、あ、これ違う充電器今日はですね、朝5時から配信したじゃないですか。朝5時から配信して、6時まで配信して、その後お家を6時半過ぎぐらいに出て、鴨市へ行ってきました。朝からね、鴨市でロケをしてきました。なんか鴨の美人の湯っていうところが、鴨の中でもちょっと山の方、七谷っていうちょっと山の方にあるんですけど、そこに行ってきました。そう、なんか今日そこでアカデミーデイキャンプっていう、去年あのたまちゃんさんと一緒に行かせていただいた NST さんのキャンプデイキャンプのイベントがあって、それに今年もリポートをさせていただくことになりまして、そのイベントにね行ってきたんですけど、雨でめちゃくちゃ土砂降りで、そう、でも何組、10組くらいのご家族、なんか親子デイキャンプみたいなイベントなんですけど、10組ぐらいの親子連れの方が集まってくださってて、そう、あの全然そのイベントに私が行くっていうことはあの言ってないので、ただリポートをさせていただくっていうだけだったから、全然そのもはや誰みたいなアナウンサーさんなのかな、何なのかなって言われてたらしいです。そう、だからもうそのデイキャンプのイベントに参加されてる方々、多分私のことなんて知らなかったと思うんですけど、そう、10組ぐらいのご家族が参加してくださってて、イベントに応援しに来ました、ありがとうございます。で、雨の中だったんですけど、すごい皆さん楽しそうにされてて、お子さんがなんか3歳4歳ぐらいの子から高校生ぐらいの、ね、子もいたりとかして、 それぞれのご家族で、全然お子さんの年齢は結構バラバラだったんだけど、すごい、でもなんか私自身がちっちゃい頃にこうキャンプを家族でして、その経験が今にめちゃくちゃ生きてるし、やっぱそういう子供の頃にやった楽しい経験って自分の中ですごいなんか思い出に残るじゃないですか。だからこういう親子イベントみたいな、デイキャンプのイベントでこういうキャンプの思い出をね作ってもらうことってすごい大事だと思うから、そう、すごい子供たちがめちゃくちゃ楽しそうにしてた、雨の中なんだけどすごい楽しそうにしてて、すごい、あ、いいイベントにね参加させていただいたなって思ってみんないっぱいありがとう、お花とかだるまとかハートとかいっぱいありがとうございます。そう、しかもなんか去年はたまちゃんさんと一緒にロケに行って、たまちゃんさんと一緒にそのデイキャンプのイベントを体験するみたいな感じだったんだけど、
今年は割とその自分自身が体験するっていうよりかは参加されてるご家族にインタビューするみたいな感じだったんですよ。だから去年とはまたちょっと違って、よりなんだろう、参加されてる一般の方と交流ができたのですごい楽しかった。かわいい子供がかわいかったそう、すごい雨だったし気温も結構低くて、まあ、山の方なのもあるし雨降ってたのもあるし気温もちょっと低くて寒かったんですけど、そうでもみんなねもう秋冬の格好をしてて、そうでも焚き火がちょうどいいぐらいの気温だったからすごいいい感じでした、うん、そうでしかもなんかそのカモンこのデイキャンプのイベントがそのカモ その美人の湯っていうところで開催されてて、でその美人の湯が最近なんかこの今回のデイキャンプイベントとは別であの手ぶらでキャンプができるみたいなプランが8月くらいにできて、で今回はそれの取材も一緒に行かせていただいて、そうえあのねすごいのこれが、その美人の湯、私はニュースで見てて知ってたんだけど、その美人の湯てかもともと一番最初はなんかあれなの、初めてガタチューブのスタジオ収録にお邪魔した時にご一緒させていただいたのが鴨市の CSO の市川さんっていう方とあのスタジオでご一緒させていただいたんですね。でその時は、ま、1年ぐらい経ってないかな、まだ1年経ってないくらいなんだけど、その時になんかその市川さんと初めてお会いして、でなんかお話をしてる中で私がアウトドア好きなんですっていう話をしたら、なんか今度鴨市でもそういうアウトドア事業を今進めているから、なんかぜひそのねスティさんだったりとか藤崎さんにもぜひお力をお借りしたいですみたいなお話をしてたのね。でその時はまだその美人の湯のその手ぶらでキャンプみたいなのはオープンしてなくて、多分それのことを言ってたんだと思うんだけど、その時はまだなくってやってなくって、そうでなんかその後今年の8月にその美人の湯でデイキャンプ手ぶらでキャンプできる熱がオープンして、で結構 NST さんもなんか出資みたいな感じでやってる企画で、そう、でその中で今回私が行かせていただいて、そうだからさその一番最初のガタチューブの収録スタジオでの収録がなかったら鴨市でまず岡美優さんには会わなかったしそう前回も鴨市でロケをさせていただいて鴨市の魅力をね知るっていうロケ でその時にその鴨市役所の同い年の女の子が一緒にねロケをしてくれたんですけど、今回もその岡さんと一緒にその美人の湯のデイキャンプのを一緒に楽しませていただいたんですけど、そうみゆみゆコンビえめっちゃ可愛いねめっちゃ可愛い鴨市役所の職員さんがいらっしゃるんですよ、私と同い年 そうで今日の朝ある人に会ってくるみたいな、みんなも喜ぶと思うよって言ったのはその岡さんのことなんですけどそうまたねこの可愛い岡さんと一緒に会えました。そうだってそれもさ多分1回目のガタチューブのスタジオ収録がなかったら多分叶わなかったことだし、多分そのスタジオ収録でその鴨市のCSO の市川さんとご一緒させていただいたことがあって多分あの時のロケって参加させていただけたと思うから、そうだからそれが今回ねまた岡さんと一緒にそうロケをさせていただくことになってめっちゃ嬉しかったです。
市川さんにもちょびっとお会いしました。市川さんは本当にそれこそあのスタジオぶりだったから結構半年以上ぶりとかだったんですけど、そうね、なんかご縁があって今回また鴨市でロケをさせていただいて、そう市川さんはね一瞬だけいらっしゃいました。なんかその後別のお仕事に行っちゃったみたいなんですけど、お会いしました。そうなんです。そう、それでその岡さんと一緒に今回美人の湯の手ぶらキャンプのあの体験をさせていただいたんですけど、あそこすごくって全部ね一式スノーピークさんの製品で揃えられてるの。だからもう超おしゃれキャンプがまず叶うじゃないですか、全部スノーピーク製品。そう、しかも今日みたいな雨の日でも自分たちで設営する必要は全くなくって全部設営してあるで、だから雨なんかさこうテントとかってやっぱ雨降ってる時あんまり立てたくないのよ、後で乾かすのが大変だから。雨の日なんてキャンプ極力やりたくないじゃんやりたくないじゃん。そうでもなんか全部設営してくれるからもちろん片付けの必要もなくって今日みたいな雨の日でももう十分に楽しめる。もうそのタープもそのコンロとかももう食器類も全部スノーピーク、やばいよね。でしかもなんかご飯があのもうお料理もその美人の家が全部提供してくれるの、準備してくれるので、なんかお野菜もその七谷さんのお野菜を用意されてて、今日はねナスとさつまいもとかぼちゃとパプリカとじゃがいもとかだった気がするんだけど、そう全部七谷さんのお野菜が使われてて、そうだしお米も七谷さんのお米を使った。しかもなんかその季節によってメニューが変わるんだけど、やっぱ秋が一番なんかまあ秋の味覚って言うじゃないですか、秋って美味しいものがいっぱいあるから、秋がすごい今秋メニューなんですけど、めちゃくちゃ美味しいものがいっぱいあって、なんかその七谷さんのお米を使ったおにぎりをまあ自分たちで焼いて焼きおにぎり、まあそのままでも食べられるけど焼きおにぎりにできるみたいなのがあって、それがねキノコが入ってるめっちゃ秋っぽいキノコの混ぜ込みご飯のおにぎりなんだけど、そのキノコも七谷さんのキノコなんだって。でもすごくない？そう、七谷っていうその美人の湯のある場所、鴨市の七谷地区っていうところがあって、そこに美人の湯があるんだけど、だから本当美人の湯の近くで採れてるキノコとお米とお野菜がその提供されるの、その手ぶらキャンププランの中に。そうめっちゃそのお米がめっちゃ美味しくて、焼きおにぎりにしたら超美味しかったの。しかもさ自分たちで焼くからなんかおこげとかもさまあ自分の好きな加減で作れるじゃないですか。本当に私お米が一番美味しかった。そうめっちゃ美味しかった。そのキノコ七谷さんのキノコの混ぜ込みご飯のおにぎりめっちゃ美味しかったです。であとなんかお肉も、お肉は七谷さんじゃないんだけどでも新潟産の豚肉と牛肉がなんか 350g、 2人分で 350g だ、結構ボリューミーだった。もう結構一人一人満足できる量がある。そうお腹減ってきたえ、そうお肉もすごい結構ボリューミーしっかり食べられる分ぐらいの量が置いてあって、しかもなんか鶏はあのなんていうのチキンみたいなさこういう手羽先手羽元なんて言ったらいいんだろう、こういう、まあ、フライドチキンみたいな形のでもフライドチキンじゃないんだけど、なんかもう事前にボイルしてあって
火が通ってるから、あと自分のお好みで焼き目をつけるだけみたいな。皮付きの鶏肉も置いてあって、そう、それもなんか一人一個ずつ食べられる。そう、しかもあとアヒージョとマシュマロと、めっちゃもう本当にボリューミー。なんか写真あるかな、マネージャーさん撮ってくれてたかな。え、ほんとすごかった。え、これ全部用意していただけるんですかみたいな。ああ、これ分かりやすいかも。見てこれ、これがお肉、これ2人分でこの量なの。結構多くない？しかもここに今2枚置いてあるけど、2人分でこの量って結構あるよね。こっちが牛肉で、こっちが豚肉で、これおにぎり、これやばい、これめっちゃ美味しかった。で、これがこの七谷地区のお野菜、かぼちゃとパプリカとナスとトマトとジャガイモと、これが鶏肉、これがもうちょっと加熱してあるから、あと焼くだけで、お好みのに焼くだけで、で、あとこれソーセージ、あ、これは私で、アヒージョとマシュマロと、これが全部ついてんの。あ、お母さんめっちゃすごくない？超豪華じゃない？で、しかもなんか鴨、これの作ってる方がなんか鴨山公園のすぐ下の料亭でお仕事されてる方だから、そう、なんかこういう盛り付けとかももうプロなのよ、いわばプロなのよ、料亭の方が。だから盛り付けもめっちゃさ、すごくない？色鮮やかだし、見た目がもうさ、めっちゃおしゃれじゃないですか。で、こういうおしゃれな盛り付けももうその方がすごいこだわられてて、そう。で、しかもすごいのが2時間飲み放題付きの。さすがに今日はウーロン茶だったけど、その2時間飲み放題の中にはお酒も入ってんだって。で、もう今日さ、これさ食べたのね、お料理アヒージョ食べた時に、うわっ、これはお酒って思ったのアヒージョが完全にもうお酒に合わせる味だったのね。そう、2時間飲み放題にお酒入ってるんですよ。で、しかも温泉施設だからお風呂は入り放題、その日1日日帰り温泉だから、まあ実質半日ぐらいかもしれないけど、でも入り放題なんだって、そのプランで。お値段なんと、じゃん、5000円。安くない？え、やばいよねこれえ、ってならない？お得すぎん？え、大丈夫って思うよね。安くない？だって2時間飲み放題だけでもさ5000円、え、すごくない？しかもお風呂入り放題、2時間飲み放題、お酒もあり、お風呂入り放題、ご飯全部用意してくれる、なんか全部レンタルできるから手ぶらで行ける、で5000円、やばいよね、すごくない？本当にもう絶対プライベートで行くって決めた。なんかもともとずっと行きたかったのよ、行きたかったんだけど気になってて、そのオープンした時から気になってて行きたくって、でもやっぱ行ける日がなかったのと、あとデイキャンプだからさ泊まれはしないから、そう、まだ行ったことなかったんだけど、これはやばい絶対に行った方がいい。安いよね。え、だってお風呂もさすごいの、お風呂もなんかめっちゃすべすべになる、だって美人の湯ですからだって美人の湯ですから、皆さん入るだけで美人になれますわかる？1万円ぐらい超えてもおかしくないよね。そうなの、わかる。
そう、しかもなんかでもそうそう、乗り放題でお酒はあるけど、でも車ないといけないじゃんって思うじゃん。なんかでもなんかバス、市営のバスがあるらしくて、だからお酒飲んでもバスで行けば全然大丈夫。多分駅からかな、鴨駅からかな、ちょっとそこまで詳しいことは分かんないんだけど、バスも出てるんだって、美人のように。しかも1時間に2本出てるらしいのね。東京とかその都会の方は1時間に2本って言ったら安くなって思うかもしれないけど、あの山の中で1時間に2本は結構よ結構よ。1時間に2本って結構多くない？え、全然多い方だよね。これでさ、なんかお酒もさ飲めてとかだったらさ、え、めっちゃ良くない？めっちゃいいよね。いや、そう、山の方で1時間に2本もあったら絶対にいいと思う。そう、しないクラス。いや、そうだよね、本当にそう思う。そう、めっちゃいいよ。もう絶対行くって決めた。わかる。1時間に2本なら待てる。だってせいぜい30分待てばさ、バス来るもんね。だってそしたらじゃあお風呂入ってりゃいいじゃんって。バス待ってる間お風呂入ってればいいじゃん。しかもだってさ、バーベキューとかするとやっぱどうしてもさ煙たくなっちゃったりとかさ、まあ暑い日だったら汗もかくじゃないですか。でもバーベキューでもうお腹いっぱい美味しいものを食べて楽しんだ後にお風呂に入って、しかもサウナもあるからサウナも楽しんでで帰るっていうことが叶うんですよ。え、めっちゃやばいよね。なんか私もともとその美人の湯のそのデイキャンプが始まったっていうのは知ってて気になってはいたけど、今日実際にやってみて絶対また来ようって思った。しかもそのメニューもう季節によって変わるから、そう、その季節のなんか味が楽しめるらしくて、今年は一応11月30日までらしいんだけど、ちょっと冬はこれからどういう営業になるか分かんないとおっしゃってて、そう、11月の30日までとりあえずやってるらしいんですけど、めっちゃおすすめしたい本当に。え、うん、ファンの方同士とかでも絶対に楽しいと思う。だってうちもメンバー同士で行きたいって思ったもん、うん、めっちゃいいよね本当に。しかもサウナもすごいの。なんかサウナは最近出来たてほやほやのサウナがあって、そう、なんかハニカムサウナっていうのがあるんだけど、そう、宣伝上手ありがとうもうさ、動画公開されるのさ多分もうちょっと先だからさ、もう今日全部喋っちゃうんだけどさもう超絶動画のネタバレしちゃうんだけど、でも、 もう実際には動画も見てほしいし行ってほしいから喋るんだけどなんかそのハニカムサウナっていうのが10月にできたばっかりらしいんですよ。そう、あ、そう、蜂の巣の形、まさにそう、なんかこういう形の六角形みたいな形をしたサウナで、そう、なんかヒノキ、なんか 木製でできたこういう六角形で、すっごいヒノキの香りがするの。多分ヒノキでできてて、もうそのサウナの中に入んなくてもサウナの前に立っただけですごい香りがするんだけど、もう中入った瞬間めちゃくちゃいい香り、ヒノキのいい香りがして、そうで、しかもなんかこう木でできてるからちょっとログハウスみたいな感じになってて、そう、なんかさ、私サウナってあんまり得意じゃなくて、今まで、まあ、今すごいサウナ流行ってるからあれだけど、サウナって結構私その開けた瞬間のモワっていう空気がちょっと苦手で、あの息ができなくなる感じ、なんかさ息吸えなくなるじゃないですかあの熱気 でそれがちょっと苦手でサウナあんまり得意じゃなかったんだけど、そう、
でもなんかそ、え、そう、わかるよね。そう、あの熱気がちょっと苦手なんですよ、サウナの。そう、でもなんかその今日の見たハニカムサウナっていうのが、そのまあモアっていう空気はもちろんサウナだからまああるんだけど、それがめちゃくちゃいい香りなんですよ、ヒノキの。そう、すっごいいい香りなの。だからなんか全然嫌な感じがしなくって、そう、すごい。でしかもそのなんか木でできてるからログハウスみたいな感じで、なんかめっちゃ落ち着くんだよね。でそのまあもちろんサウナの中だからサウナの熱気ももちろんなんだけど、なんか木のぬくもりみたいなの感じて、そう、なんかそのなんだろうな、まあ、熱気の温かさもそうだけど木のぬくもりみたいな温かさも感じて、そう、めっちゃいい。なんかサウナの概念ちょっと変わったかもっていうレベル。そう、バスで行けば帰りのバス無料らしい。え、最高じゃん。何それ、絶対バスで行こうそれは絶対バスで行こう。え、やばくない？いいことしかなくて。あー待って、赤ずきんちに来た。ありがとうございます、おしいさん、ありがとう、ありがとうございます。赤ずきん脇からシュッって飛んできたありがとうございます、ありがとう。え、やばいよね、もう本当にこんなにもいい施設なんだって感じ。しかもなんか美人の湯、なんかね、入った瞬間建物がめっちゃなんか綺麗、おしゃれで、そう、なんかすごい山の中にこうドンっておしゃれな施設があって、でもできたのがね2002年なんだって。だから20年ぐらい経ってるんだけど、もうできてから。でもすごい20年経ってるとは思えないぐらいすごいおしゃれな建物で、そう、え、しかもすごいのがね、今日だから朝めっちゃ早かったのよ朝だって6時半ぐらいに新潟出て、6時半過ぎにまあ家出て、まあ、1時間ちょっとぐらいで着くから7時半とか8時くらい。え、待って、お化け初めて見た。え、お化けって今日から？お化け初めて見た、ありがとうございます。え、前からあった？お化けってなんか今日初めて見た気がする。ありがとうございます。なんかで、そう、めっちゃ朝早かったんだけど、あ、あった、ありがとうございます。ちょっと前からか、ありがとうございます。なんかそれでさ、めっちゃ朝早かったの、7時半とか8時くらいに、7時半はないか、8時くらいか、8時くらいにその美人の湯に着いたんだけど、そう、なになに、え、え、マリナさん、ねえ、マリナさんがさ、クマ投げてる。マリナさん、ありがとうございます。あ、そうだ、昨日ね、言ってたの、マリナさん、配信見に行きたいって。ありがとうございます。やば、何も言わずにクマ置いてったんだけど。有言実行できた。ありがとうございます、マリナさん。え、ありがとうございます。昨日ね、公演中に着替えながら着替えながらマリナさんが、今日この後配信何時からやるのって言ってくれて、なんかまだあんまちゃんと時間決まってないんですけどって言ったら、見に行きたいなって言ってくれてたのねそう、着替えながら話しててそしたら今日来てくれた。ありがとうございます、嬉しい。でマリナさんも23時からひまたぎ配信する。もう明日お誕生日だから、マリナさんちょっとだけ配信時間かぶっちゃってるんですけど、すいません、ポイントに加算されなかったらごめんね。そんなわけない、そんなわけないし、もうそうじゃないそうじゃないよ。ありがとうございます、本当に。嬉しい、ありがとうございます。
そうじゃない、そういうことじゃない。もうポイントに加算されるとかされないとかそういうことではない。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。わかる、マリナさん今日23時から配信するって言ってたから、ちょっと私がね23時15分から45分までってちょっと時間かぶせちゃってるんですけど、その後の時間とかにマリナさんがお誕生日迎える瞬間を皆さん行ってください、見に行ってください。ありがとうございます、マリナさん嬉しい。ありがとうございます。今日1位目指して頑張る、ありがとうございます。ふりかけと味噌汁だけじゃなかった、ありがとうございます、ふりかけと味噌汁も。ありがとうございます、本当にみんなもありがとう、いっぱい頑張ってくれてありがとうございます。必ず電話を開始しますので必ず電話を開始しますので、マリナさん頑張ります、ありがとうございます。嬉しい、めっちゃでもメンバーも応援してくれてるから、ほんとまた来るね、ありがとうございます、あとで LINE しまーすあとで LINE しまーす、頑張りますありがとうございますめっちゃメンバー応援してくれてる、あ、聞いて、昨日ね、ななみがねスタバのギフト送ってきてくれたの、本当にさ、みんなに気を使わせてしまって申し訳なさすぎるんだけど、やばいよね。そうなの、なんか昨日公演終わった後サーヤの生誕のさ、あのなんかみんなで写真撮ってるじゃん、ロビーで、でロビーで写真撮りながら、ななみが急になんか私がしゃがんでたんだけどそしたらななみが股で挟んできて私がしゃがんでたらななみが股で挟んできてそしたらなんか「ねえあんたやばいよ」みたいな、美水弁もやってシンポジもやってみたいな、マジで「頑張ってるよ」って言って「スタバのギフト送るね」って言い始めて「もういらないよ」って言ったんだけど送ってきてくれた、本当にさ、もうみんな。どういうシチュエーション、私がこうしゃがんでここにななみの足がこうあったそうそうなんです、スタバのギフト送ってくれたの、優しい、本当にみんながめっちゃ応援してくれてるからちょっと頑張りたいと思います そしてちゃんとお返ししますえ、そうなの、ほんと、まあ、まあ、シチュエーションは置いておいてシチュエーションは置いておいても、そうなんです、優しい、ほんとにめっちゃ多分気使わせてる
申し訳ない、ありがとうございます。え、そうだ、それで言うとさ、ちょっと話さ変わっちゃうんだけど、あのなんかね、今日ね朝配信したじゃないですか。それでさ、その後今日さっきメールの返信を読んでたんだけど、そうメールの返信読んでたんだけど、なんか私がね、あの昨日寝るの遅くって2時とかに寝たの。2時とかに寝て、でも今日のお仕事の都合で、まあ、4時15分に起きたのね。4時15分に起きて、で朝5時から配信をしたんだけど、でそれはさ別に私の都合じゃん。私がただ寝るのが遅かっただけだし、普通にお仕事の都合で4時15分に起きたっていうだけの話なんだけど、でそれで朝から超迷惑なぐらいうるさい配信をしてそれはもう全部私なんだけど、でもなんかすごいメールの返信でね、なんかなんて言われたっけな、みゆちゃんは全然寝てないでこんなに頑張ってくれてるのに僕は寝坊しちゃったとか起きれなかった、申し訳なさすぎるみたいなメールの返信3通ぐらい来て、で違うじゃんって違うじゃんって、それはもうほんとそれぞれのペースで応援していただけるだけで嬉しいし、なんかそれに対して申し訳ないって思われちゃったらこっちが申し訳ないって思っちゃうから、申し訳ないって思わないでほしいって思ったそう、なんか耳が全然寝ないで頑張ってくれてるのに言われて、そう違うよ違うよ、みんなは皆さんが疲れてる中でこんなに頑張ってくれてるんだからって思って、寝坊した人全然いいの、てかこっちが申し訳ない、逆に朝5時から配信してしかもあんなうるさいあんな朝からうるさい配信してこちらが申し訳ないですよ本当にだからみんなは1ミリも申し訳ないとか思わないでほしい本当し、なんかあとはすごい今回のイベント、私が NGT から一人だけねそのイベント参加させていただいてて、本当にありがたいことに私のファンの方だけじゃなくって、もう NGT のファンの方みんながねめちゃくちゃ応援してくださってて、そうでなんかそれですごい NGT のファンの方全体ですごい応援されてて、そうなんかすごい嬉しいねみたいな、でもなんか僕はみゆちゃん推しなのに、なんかみゆちゃん推しじゃない人より頑張れてなくてごめんみたいな、申し訳ないみたいな、違うじゃんって違うじゃん、もうここまで来たら誰推しとか関係ないじゃんって応援してくれてるだけで嬉しいからそうなんかほんとそう思わないでほしい、それぞれさ、だってもう応援してくれてる、配信見てくれてるだけでめちゃくちゃありがとうだし、そのめちゃくちゃありがとうだし、本当にそこに対するさ、なんだろう、まあその配信見れる時間帯だったりとかはさ人によって全然違うわけだから、そうだからあの人に自分は応援できてないなとか、なんか比べるものじゃないじゃん、なんかその私のことを今回のイベントで応援してくださってる方同士でなんかその応援の度合いを競うものではないじゃん、私が他のそのイベントに参加してるメンバーと競うものであって、そうこの私のイベントに参加してさ、違う、私のイベントを応援してくださってるファンの方同士で争うことではないから、そうだから本当になんかそんな風に思わないでほしいなって思った、メールの返信読んでてこっちが申し訳なくなるなって思っちゃうそう、もう配信をだってみんなが忙しい時間の中で私が毎日3時間も配信してるのよ、みんなの大事な時間のうちのさ最大で3時間奪ってるわけじゃないですか、だってそれよりもさミッションをさなんか
個達成しなきゃいけないとか考えたらさ、もっとそれ以上の時間がかかってるわけじゃん、みんなの大事な24時間の中で。そりゃさ、その中でさ、それぞれ参加できる時間だったりとかさ、貢献できる時間なんて人それぞれなんだからさ、本当にそんな風には思わなくていいし、見てくれてるだけで本当に嬉しいので、うん、そう。だからもう私、みんなが申し訳ないと思う必要は1ミリもない。私がみんなに対して、みんなファンの皆さんだったりとかメンバーだったりとかにこう気を使わせたりとか、もう本当にみんなの大事な時間を削ってまでこうやって応援していただいているから、そう、だからそれに対して私が申し訳ないって思う気持ちはめちゃくちゃあるけど、みんなが私に対して申し訳ないって思う気持ちは1ミリも必要ないから、本当にもうその貢献できてるとかできてないとか全然関係なくって、もう応援してくれてるだけでとっても嬉しいので、頑張りましょう。なんなら本当に私の方がみんなに申し訳ないとしか思ってない。だってみんながこんなにさ頑張ってくれてるのにさ、私は全然なんか何をどうお返しできてるかも分かんないし、みんながこんなにたくさんさギフトもさこう私のために頑張ってくれてるのに全然読み上げられないし、本当にだからさ、多分去年1年前もなんか言った気がするんだけど、ごめんって思うのは禁止だよお互いにって確か去年言った気がするんですね。お互いにごめんとか申し訳ないって思うのは禁止だよって言ったので、守ってちゃんと守ってすまんは OK、 そういうことじゃない。本当にてか、なんかなんだろうな、去年より普通に配信楽しめてる気がする。まあ去年も配信はすごい楽しかったけど、なんかさ、なんだろう、去年はすごい細かく配信の時間を分けてたからこそ、全部になんか企画みたいな風にそうしてたから、そうタイムテーブル組んでて、で細かいタイムテーブルの中で一個一個に企画作ってみたいな感じだったから、それはそれで大変だったんだけど、なんか今普通に配信してるだけでめっちゃ喋っちゃうし楽しいから私が勝手に配信をすごい楽しめてるから、そう、わかる。今とか普段の配信と変わんない。そう、もうイベント中の配信とは思えない会話しかしてないじゃん。もう中身あんのかないのかわかんない配信。もちろんイベントのためのなんかこの前のメイク配信、ビス風のメイクとか、そのイベントならではのねなんか企画とかも やってはいるけど、もうさ、そうじゃないじゃん今の配信とか。この時間何の配信って言われたら、なんだろう、今日の振り返りみたいな。それぐらい普通に私もなんかイベント期間とかになんか関係なくめちゃくちゃ楽しめてるので、配信そのものを。そう、だからみんなもなんか、まあそんな軽い気持ちにはなれないかもしれないけど、なれないかもしれないけど、本当になんかそんな風に思わなくて大丈夫。って思ってほしいなって思いました。来れる時だけできるだけ来る。え、もう本当にもうありがとう。本当にありがとう、うん、
この間の深夜に2日を、やっぱさそうだよね、1週間ってなんかちょっと長いかなって思った。そうだよね、シーンのイベントよりちょびっと長いよね。頑張ろう。だって今日終えたらもう折り返し、早くない？今日終えたらもう折り返しって早くない？意外と早い、1週間って長いと思ったけど今日終わったら折り返しとか早いよね。めっちゃ早いよね、あっという間すぎる。後半もだから頑張りましょう。てか逆にすごいの、前半毎日1位で終えてるの怖いよ、なんかもう失礼怖いよ本当に。ありがとう、すごいよ。みんなが頑張りすぎててさ、後半戦さなんか力尽きないか怖いよって思っちゃうくらいだけど、いやでも嬉しい、それぐらいねみんなが頑張ってくれてるってことだから一緒に頑張りましょう。いつもスタートダッシュが課題だったから本当にそう、やっとね最近スタートダッシュちゃんとできるようになったね。そうまだね前半戦だから楽しい気持ちで楽しみましょう、うん、楽しみましょう。大事なのは決勝に進み、決勝で1位を取ることだから。まあそのためにはまず今回の予選は2位以内に入んなきゃいけないんだけど、そうこれそうそうなの、予選なんだよねこれ。わかる、予選なんだよねこれ、怖いよね本当。そうなんだよね。そう、だから頑張りましょうね。頑張りましょうね。うん。そうなんですよ。何の話してたんだっけ？ああ、そう、美人の湯のどこまで話したっけ？あ、サウナの話してたよね。そうだ、美人の湯のサウナの話してたんだった。あのですね、続きを話してもいいですか？続きを話してもいいでしょうか。美人の湯のサウナが最近できたの、10月にできて。めっちゃ脱線しちゃった、全然違う話しちゃった、すいません。そう、もう伝えたい、もう忘れないうちに、まあ忘れないと思うけど今のうちにこのホットなこの話題を伝えたい。戻っていい？でそのハニカムサウナっていうのがまだなんか全国的にもあんまり有名じゃないというか、あんまりね数少ないんだって。そうハニカムサウナ、その蜂の巣構造みたいなサウナがまだ全国的にもそこまで多くはなくてっていうサウナがその美人の湯にあるんですけど、サウナだからホットそうそうとか言って。でなんかそのねサウナがそうなんかなんだろう、広すぎなくって狭すぎなくって、このちょうどいいこじんまり感みたいなのがめちゃくちゃ落ち着く。そうなんかね、木のぬくもりとともにすごいいい、めちゃくちゃ良かった。本当に行ってほしい、最高じゃない？手ぶらでバーベキューできて、お酒も飲み放題、2時間飲み放題でお風呂とサウナ入り放題、すごくない？本当に。そうで、それが11月30日まで、今年は今のところは冬の営業の予定はなくて11月30日までで、はにかみじゃない、微笑まないで、
ハニカムハニカムサウナ、そう、すごいね。お湯もなんかお肌がすごいツルツルになる系のお風呂で、めちゃくちゃおすすめしたい。待って、何喋ろうと思ったんだっけな、あと何か言おうとしたんだよな。あ、思い出した。そう、それでそうサウナの話終わってました。サウナの話終わってた。建物が2002年にできた建物で、築だから20年ぐらい経ってるんだけど、なんか20年経ってるとは思えないくらいすごい、なんかちょっと新しい感じのすごい綺麗な建物で、で今日朝6時半過ぎぐらいにもお家出て、8時ぐらいに美人の湯に着いたんだけど、あの先に多分お客さんが入る前にそのロケをさせていただいて、美人の湯の中館内のロケをさせていただいてて、でその開店前にさ、だから中にいたんだけど、開店間際になってめちゃくちゃ人がいっぱいさ、もうさ入り口で待ってんので、みんなこんな朝早くからお風呂入んのかなって思ったら、なんかその美人の湯の中にちょっと市場みたいな、その七谷地区のそのなんだろう、農家さんみたいな方々がその入り口付近になんか市場みたいなのをやってて、そう、なんかそのなんて言うんだっけ、あのもうその場で売ってるの、八百屋さんじゃなくて、なんて言うんだっけ、そう、なんか市場みたいなちょびっとねあって、そうで、なんか皆さんそれをまあお風呂、朝からお風呂入りに来てる人も、あ、そう、直売店みたいになってて、まあ朝からお風呂に入りに来てる方ももちろんいらっしゃると思うけど、市場目当てでなんか来てる方がすごい多くて、そのまださ開店してないんさ、あ、ちょっとまだ開店してないんで入らないでくださいって言われるぐらい、朝からもう人がすごいいっぱい開店前から待ってて、そうで、なんかその開店と同時にみんながこうわーって中に入ってきて、そのさ準備されてたさ市場みたいなところがどんどん物がなくなっていくの、すんごい売れてて、もうさ、あれさっきここにこれあったよねみたいな、もう空っぽになってたりとかして、そう、なんかすごいの、どんどん売れてく。で多分そこで売ってるお野菜とかも、その七谷地区で採れてるお野菜とかだったりするから、地元のお野菜が多分そこで買えるんだよね。そう、え、すごかった、本当になんかめちゃくちゃ大人気で、もう売り切れてるっていうぐらいの、そう、すごい。でやっぱそういうの買いに来る方が、おじいちゃんおばあちゃんが結構多くて、その開店前から並んでる人たちが、でおじいちゃんおばあちゃんってやっぱ免許返納したりとかして車で来られなかったりするじゃないですか。でもやっぱ正直車がないと行きづらいところではあって、そう、でもだからそういうバスがあって、そのバスを使っておじいちゃんおばあちゃんたちが朝から美人の湯に行って、そのお買い物をねしてて、そう、でもめっちゃ、もうどの世代にもめちゃくちゃいいみたいな、そう、でおじいちゃんおばあちゃんにもそういうバスがあるし、市場もあって優しいし、なんか手ぶらでバーベキューもさせてくれて、すごいなんか若い人たちも楽しめてみたいな、なんかもうどの世代の人が行っても楽しめるみたいな。でそのさっき言った手ぶらキャンプのところで食べられるそういうお野菜も全部その七谷地区で採れてるお野菜だから、そこでさ食べて美味しかったら、まあもしかしたらもう売ってないかもしんないけど、その中のさ直売店みたいなところで買うこともできてみたいな、めっちゃ良くないですか、すごいよね。でしかもなんかその今日のバーベキューの中にさつまいもがあったのね、さつまいもがあって、それバーベキューでさ焼いて食べたんだけど、めっちゃ甘くて美味しくって、
でもそのバーベキューする前にその市場みたいなとこさ見てたのよ。したらなんかもうこんなぶっといさつまいもで、嘘じゃないの、もう直径がこれなんよ直径これのさつまいも見たことある？めっちゃすごかった。もうごつ超でかいさつまいもがいくらだったかな、でもめっちゃ安かったね。100200円はしなかったの。100円130円とかそれぐらい。このでかさだよ。太さがこれね、長さはこれくらい、めっちゃでかくない？こんぐらいだよこんぐらいのさつまいもがさ150円とかそんぐらいで売ってんの。めっちゃ安いよね。すごくない？それをスライスしたみたいなさつまいもをバーベキューで食べたんだけど、めっちゃ美味しい。でもスライスしてあったのね、そのさつまいもは、バーベキューで食べたやつは。でもそのスライスされててももう十分甘さを感じるくらいすっごい美味しくて、あ、チャットで送ったやつはあれはあのなんだっけ、アカデミーキャンプでバーベキュー協会の方がくださったその話も後でするねバーベキュー協会の方がくれたそのさつまいも。さつまいも、あ、これこのさ焼いてるこの奥のがこれさつまいもなんだけど、まずもうなんかもう直径すごいじゃん結構大きいじゃん、なんかお花の形みたいになってる。で結構薄くスライスされてたんだけど、これでもすごい甘みを感じるぐらいすごい甘くて、え、そうでかいでしょさつまいも、そうすごいのよ、めっちゃ大きかった。ですごい美味しくて、でもそういうなんかバーベキューで食べたお野菜をその場で買えるっていうのも魅力っていう。え、もうさ、いい、毎日通いたいぐらい毎日通いたいぐらいめっちゃ良かった。それは美人の湯のその手ぶらキャンププランみたいな。だって5000円だよ、すごくない？最高じゃん毎日こんな美味しいもの食べれたら毎日5000円払いますっていうレベル、すごいよね。そう、それはあの美人の湯から多分予約ができるんです。多分予約は必須だと、2日前予約とかだったかな、予約が必要なんですけど、絶対行くって決めたそう、でも今日はあいにくのねお天気だったから、雨だったから、でも雨でも十分楽しめた。だってちゃんとねタープとかもついてるから雨でも十分楽しめたので、そう、今度はいいお天気の時に、いいお天気の時はね山がすごい綺麗に見えるんだって。なんだっけ、朝ヶ岳じゃなくてなんだっけなんとか岳、山がすごい綺麗に見えるらしい、うん、雨でも結構今日曇ってたけどでもくっきり見えたけどね。でも朝じゃなかったそう、晴れてるともっとくっきり見えるらしいです。そうで、なんかそのサウナもさ外にあって、で露天風呂もあるのね。で露天風呂からもその山がくっきり見える、めちゃくちゃ景色がいい。そう、栗ヶ岳かも、そうかもしれない山の名前はちょっと覚えてないけど、阿波ヶ岳、栗じゃなかった、阿波ヶ岳、そうだったかも適当すぎそう、でも露天風呂からも山が見えるの。そう、めっちゃ良かったよ、本当に。絶対行く、みんなにもおすすめしたい。すべすべになるよお肌が肌すっべすべになった。
で、なんかその後それを朝多分お客さんが入る前にロケをして、でお昼くらいからその今日のキャンプアカデミー、違うアカデミーデイキャンプアカデミーデイキャンプの方のあのリポートをねさせていただいたんだけど、まあ、内容的には去年とそこまで変わらないかな。そう、あのバーベキュー検定で習うその椎茸、世界一美味しい椎茸の焼き方とか、なんかピーマンを種もう丸ごとヘタまで食べられるピーマンの焼き方とか、そのバーベキュー検定っていうのがあるんだけど、そのバーベキュー検定であの必ず習うものを、まあ、そのいや体験しながらみたいなやつなんだけど、で私バーベキュー検定持ってるんですよ。だからそれももちろんね、あのもう勉強済みなんだけど、そう今日改めて、まあ、一緒にやってみたいな。そうで、あとなんかそのなんかね、今回のイベントの概要が私あんまよく分かってなかったんだけど、でそ の事前申し込み制なんだけど、事前に申し込んだご家族がなんかご自身で多分お料理とかは持ってきてよくって、でなんかそれぞれ思い思いのソーセージ持ってきて焼いたりとか、あとお家でなんか事前に鶏肉を塩麹につけて持ってきてて、で今日その場で焼いてる方とか、多分そのそう持ち込み OK で食べ物は結構それぞれ好きなものを食べてらっしゃったんだけど、でもその椎茸だったりとかピーマンだったりとか、そのバーベキュー協会の方々が用意してくださってるなんかメニューもあって、でそのバーベキュー検定、じゃあバーベキュー協会の方々が用意してくださったご飯は私も今回いただいたんだけど、これ多分去年もやったあのビールのさ缶、ビールが半分ぐらい入った缶にあの鶏をさ丸ごとこうやってかぶせたビア缶、なんていうの、蒸し鶏みたいなやつ、そうあれとかもあのいただいたりとかしてめっちゃ美味しかった。なんか今回桜の燻製のチップを使ってたっぽくって、なんか外側はそれでね1時間くらいビア缶チキン、そうそれだ、そうなんかビールのこういう缶の上に丸鶏がこうやってもう乗っかってる状態なんだけど、写真はさすがにないかな、去年のならあるかなっていうのがねあって、あっでもあったよ、そうで、それもなんかその燻製されてるから外側はのその皮はパリパリで、ですごいこう燻製の香り、いぶされた香り、すごいいい香りで、これビジュやばくない、もう鳥もう鳥そのものなんだけど、でもこれバーベキューで出てきて、私もさバーベキューでよく丸鶏やるのよ、あのダッチオーブンにさ丸鶏もうドンって入れて蒸すやつをやるんだけど、やっぱ普段お家で丸鶏なんて食べないじゃん、食べてクリスマスぐらいじゃない普段家でさ丸鶏なんて食べないから、やっぱさこうインパクトがあるじゃん、これぞなんかバーベキューしてんな感あるじゃん、丸鶏食べたらね、だからこうすごいもうバーベキューにもってこいな感じなんだけど、ですごいそのビールのアルコールでお肉がすごい柔らかくなってて、すっごいもうなんか中の骨まで食べられちゃうぐらいすっごい柔らかくって、で外の皮はすごいちょっといぶされてていい香りがして、で結構パリパリしててめっちゃ美味しい、中の身はふわふわで柔らかいし、そうすごい美味しかった。これとかあとね、なんかこれ去年はなかったメニューだったんだけど、まあ、今月10月でハロウィンっていうことで、なんかかぼちゃ丸ごとにあの中の種をくり抜いて蜂蜜を入れて1時間くらいなんか蒸し焼きにしたかぼちゃ、
をいただいたんだけど、なんかかぼちゃの煮つけみたいな感じ、煮つけてないけど、ほんとなんかかぼちゃ本来の甘みでめっちゃ美味しくて、なんか私のねお家ママがかぼちゃの煮つけ作るとき蜂蜜入れてるんですよ私のお家。まあ、煮つけだからもちろん、まあ、いろんな味付けとかした上で味付けの一個に蜂蜜を入れてるんだけど、私のお家はなんか結構それにちょっと近い味でも、それよりももっとよりかぼちゃ本来の甘みが引き立つような感じというか、味はやっぱ蜂蜜が入ってる分ちょっと似てて、そうでもやっぱよりかぼちゃの甘い感じがあるでね、見た目もねすごい綺麗なの、やっぱかぼちゃ丸ごともうこのまんまさもう使ってるから、そう見た目もすごい、あ、蜂蜜大好き、蜂蜜何でも入れる、手羽元のさっぱり煮にも蜂蜜入れてる私のうち、蜂蜜だから1キロのが常に家にあるのいろんな料理に蜂蜜使ってるから1キロの蜂蜜がうちには必ずあるんだけどそうなの、本当にすごい美味しかった。そうで、なんかそれ そのかぼちゃとあとさつまいもももらったの、あのさつまいも皮のままのさつまいもをあの湿らせたキッチンペーパーで巻いて、その上からアルミホイルで巻いて、あの炭と一緒に入れてあったさつまいも、え、もうすごいさ、食べたらさスイートポテトかと思うぐらいさめっちゃ甘くて、もちろんさ何の変哲もないっていうか別に味付けとかしてないさつまいも本来の甘さなんだけど、もうお砂糖加えてるかのようなね、スイートポテトみたいにすっごい甘いさつまいもでホクホクで美味しくて、あのロケの時は一口だけ食べて持って帰ってきたの。でそれをさっき食べてて、それをチャットにあげたっていうことです。そうだからチャットにあげてたさつまいもはそのさっき売ってたどでかいさつまいもとは違うんだけど、そうバーベキュー協会の方々にいただいた。でそうだ、すごいのがあるんですよ、ちょっと待ってて、よいしょ、なんとですね、あのさっきも言った通り私バーベキュー検定を持ってるんですよ。でバーベキュー検定持ってるんだけど、で今回なんとあの新潟バーベキュー協会の方々からですね、私もバーベキュー検定を持っているということでプレゼントをいただいたんですよ。ちょっとそのプレゼントをね紹介したいと思います。まさかのプレゼント、嬉しい、じゃじゃんパンチョさんのステッカーこれ最近できたばっかりらしいです、かわいいパンチョさんのステッカー、え、てかねめっちゃ可愛かったのがね、今日ねパンチョさんのアクスタ飾られてたのそうなんかさ新潟バーベキュー協会でバーベキュー協会の方なんだけど、パンチョさんのアクスタ飾られてたの可愛かった写真ね、どれが一番分かりやすい、これかな、見えるパンチョさんのアクスタ飾られてた、アクスタもらえなかったんだけどちょっとアクスタもらえなかったんですけど、ステッカーをいただきました。え、ステッカー、アクスタわかる、かわいいよね、そうステッカーと、それからですねこれバーベキュー協会の皆さんがいつもかぶってらっしゃる帽子帽子をいただきました、新潟バーベキュー協会のかぶってみーちゃお、ちょっと待って、きつくしすぎた、浮いてる帽子が、
新潟バーベキュー協会の帽子、これ皆さんが今日被られてた帽子と、じゃん、これもバーベキュー協会の皆様とお揃い T シャツバーベキュー協会 T シャツ、これも今日皆さん着てらっしゃったやつと、あとねもう一個がねめっちゃ重たくて、デデン、なんかねミニ焚き火台、ツバメシのやつだって、反射するかな、うん、結構反射しそうだっただいぶ反射するね、映せないねこれは反射しちゃダメなとこ、まあ、でも反対側は別にいいっちゃいいけど、配信画面だからいっか、この新潟バーベキュー協会のロゴが入ってる焚き火台、めっちゃ反射してたけど大丈夫だった、ロゴ入り、組み立ててみようかな、待って、組み立てたところで反射が怖くて見せられないなちょっとやめとこっかな、反射しちゃう、そう、すごくない？これをね、いただきました皆さんから、新潟バーベキュー協会の皆様からいただいたんです、嬉しい、ありがとうございます、そう、ほんと一人用のねちっちゃい焚き火台、なんだっけな、帽子、なんか何かどれだったっけ、この焚き火台か、この焚き火台なんか持ってる人めっちゃ少ないらしいです新潟バーベキュー協会の中でも数人しか持ってないって言われた、すごい、そんな貴重なものを今回私のために用意してくださってありがとうございます、嬉しい、パジャマにキャップ確かに変このままコンビニ行けるかなめちゃくちゃ違和感、すごい、これで私も新潟バーベキュー協会の仲間入り、嬉しい、そう、バーベキューインストラクター持ってるのでね、バーベキュー検定、そう、バーベキュー協会界隈の人そうなんです嬉しい、そう、でも去年ねパンチョさんと初めてお会いして、そのこのイベントの時にねお会いしてから、そう、また今年もこうやってご一緒させていただいて、今年はこんなに素敵なプレゼントまでいただいてしまって、おもろいな、パジャマにキャップ嬉しいです、将来教会の人になりそう、第二のパンチョさんになろうかな、じゃあ嬉しい、本当に、いや本当にそう、嬉しかった、だからそう、今日はねすごいね見慣れた方々しかいなくて、今日のロケ、そう、もうだって市川さんも岡さんも前回ねお会いしてるし、そう、
そうバーベキュー協会の皆さんも去年お会いしてるから、そうもうなんか顔見知りみたいなそう知ってる方々ばっかりで、すごいアットホームな現場でしたそうだからさ、今月さめっちゃさあれなんだよね、雪涼舎美術館も行かせていただいたけど、今月めっちゃその大好き新潟チャンネルのロケに行かせていただいてて嬉しいね。今日のガタチューブさんでも多分放送されてたと思うんですけど、雪涼舎美術館のね、そう今日ちょうどさそれでさあれなの、なんだっけ、美人の湯行ったらさ開店時間ちょい前ぐらいにテレビがつき始めて、テレビついたらちょうどガタチューブやってた。そうだから多分10時開店、10時オープンとだったのかな、オープン前にちょびっとだけガタチューブついてて見れました。れいちゃんが出てた。そうちょうどねガタチューブが終わったぐらいの時間に開店したから、美人の湯がそれぐらいだね。そうガタチューブさんは YouTube でも見逃し配信があるので、まあ、雪涼舎美術館に行った動画そのものが、まあ、YouTube に上がってるんですけど、ぜひそのガタチューブさんの方もね動画を見るコーナーかな多分あるので、ぜひ YouTube でも見てください。で多分今日のロケした様子、美人の湯とそのアカデミーデイキャンプの様子も今後多分 YouTube でアップされるので楽しみにしていてください。そうで今日だからね、シティさんとずっと一緒だったから、そうあのこの前雪涼舎美術館に行った時と同じスタッフさんだったのね。それでなんかその雪涼舎美術館の方から連絡が来てっておっしゃってて、なんか早速ファンの方が来てくださったって連絡来ましたよって言われてみんな行動早いそうすごい喜んでくださっていたみたいで、嬉しいです。そうなのよ、雪涼舎美術館の方から連絡が来たそうです。ファンの方が早速来てくださいましたっていう、みんなの行動力にきっと驚いて、さぞかし驚いていたことでしょうそう、ぜひなので皆さんも行ってみてください、うん、いやそうなの、1週間ぐらいしか経ってない多分まだ、その雪涼舎美術館にロケに行ってから1週間ぐらいしか経ってないんだけど、またねすぐ大好き新潟チャンネルのロケに行けてとっても嬉しい。しかも本当に今回はそのバーベキューなねバーベキューなイベントだったので、すごい私のためのと言ったら変だけど、そう私にしかできないきっと企画だったので、すごい楽しかったです。そうでもさ嬉しかった、なんか去年参加させていただいてめちゃくちゃ楽しかったイベントだったから、アカデミーデイキャンプ去年はねめっちゃ同じぐらいの時期だったんだけど、去年めっちゃ暑くてすごい晴れてて、でもテントが吹き飛ばされるぐらい風は強かったんだけど、でも面白いよねあのさ、私テント全然組み立てられなかったんだけど、あの時テントの組み立て方間違えるし風でテント飛んでくし散々だったんだけど、去年は八木ヶ浜でねやって、そうそろそろ新潟にまた行きたいなんて気持ちなので行動に移します。来て待ってるから来て嬉しい、来たらぜひ美人の湯に劇場と美人の湯にじゃあ
そうだ、あれからもう1年だよ。でなんか去年もめっちゃ晴れてたの、今年はちょっと雨だったんですけど、でもすっごい楽しいイベントだったから、今年もねまたロケとして参加させてもらえてすごい嬉しかった。てか普通にさ、もともとプライベートで申し込もうかなとか思ってたイベントだったから、去年もともとね、それではロケで行けたのも嬉しかったし、今年も行けたのもすごい嬉しかった。昨日公園行きました。ありがとう来てくれてありがとう。去年オフラインの翌日だったっけ、そうだったっけ、もう忘れちゃった。去年はどうだったっけな。あ、本当だ、正解、オフラインの次の日だった。大釜のオフラインの次の日でした。そうだった、早いね、なんかそう思うと1年。だってそうだよね、ショールームイベントも、え、だって今さ1年前の写真をさ振り返ってるんだけどさ、10月15日がオフラインのおしゃべり会大釜であって、10月16日に八木ヶ原に行ってキャンプのイベントやって、10月17日に渡り鳥のジャケ写を撮ってます。忙しすぎでこの時に、この日が確かショールームイベントを参加するかどうかの、連絡をマネージャーさんにしなきゃいけない最終日で、この日までにイベントに参加するかどうかを決めてください、去年のねショールームイベント参加するか決めてくださいっていう日で、みんなもうジャケ写撮影しながらどうしようみたいな感じだったみんな決めきれずに、そうやっぱイベントのさ大変さはさ分かるからさ、カップリング曲、その時のショールームイベントはカップリング曲、渡り鳥のカップリング曲、渡り鳥のカップリングかだったんだけど、そうどうしよう、カップリングの選抜に選ばれるのはめちゃくちゃやりたいけど、でもイベントの大変さもねそうだし、でめっちゃ迷ってた、めっちゃ迷ってて、ジャケ写撮影ってさ朝超早いの。あ、でもこの日そんなに朝早くなかったのかな、え、てかさ待って、去年の10月16日さ、この八木ヶ原のさロケの後なんかのリハしてんだけど、これ何のリハ、土地音が、え、何の時だ、初めて土地音がやった時って何なんか謎に、え、10月16日何のリハやってたんだろう、ロケの後リハやってるんだけど、あ、ツアーファイナルだ、それです、ツアーだ、え、忙しかったんだね去年忙しかったんだね、ツアーです、チア、チアだってツアーのリハやってるわ、ロケの後で、その次の日にジャケ写撮ってて、でその日の夜のうちにイベント出るか出ないか決めなきゃいけなくて、決めて、でもう次の次の日からショールームイベント始まってる、すごいね。しかも去年は去年でツアーのリハやりながらショールームイベントやってたんだ、うん、去年も大変だったんだね去年も大変だったんだ、ねえ今さ去年のさ写真遡ってんだけどさ、めっちゃ毎日タイムスケジュール組んでる
めっちゃタイムスケジュール組んでるみたい懐かしいね。でも一生理解できなかった何回やっても理解できなかったよく分かんなかった。もういつもファンの方に教えてもらった通りにタイムスケジュール組んでた自分の脳みそ多分1ミリも使ってない楽になったよ本当に。そう思うとねとってもね大変だったね本当に。みんなありがとう。去年もそのおかげで私はカップリングを歌いました。それなのに1年後も私オルームイベント参加して、本当にみんなに助けられてばっかりなんだ。なんかおばあちゃんみたいになっちゃった本当にありがとう。カップリングの初披露ね、絶対やろうないつか絶対やろうな本当に。改めて曲この前聴いたらいい曲だなって思った。優しさの重さ思った。いや本当に、なのでみんなのおかげで歌えたカップリングだったから、去年はね、今年もちゃんと結果として残せるように頑張ります。よしランキング読むね。13位ヨッタさん、ありがとうございます。12位タカさん、ありがとうございます。11位のサラさん、ありがとうございます。10位ライトさん、ありがとうございます。9位生きて蝶まで届く、なんでトシさん、ありがとうございます。急になんか乳酸菌にでもなったの。8位ネズミさん、ありがとうございます。7位しまかぜさん、ありがとうございます。6位もちゃん、ありがとうございます。5位ウィスさん、ありがとうございます。4位ゆきさん、ありがとうございます。3位るきさん、ありがとうございます。2位ほしーさん、ありがとうございます。赤ずきんもありがとう。1位てるはやさん、ありがとうございます。本当にみんなもハートとかいっぱい、お花とかいっぱいありがとうございます。だるまとかまた後でね、次は11時、23時15分から配信をします。ちょっとマリナさんと重なっちゃうんですけど、はい、マリナさんのところにも。うわー、お元気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 だよすごい王様並みにお元気言われたんだけど。久しぶりだよね、お元気ですか。すごいお元気、すごいお元気、見たらわかると思うけどすごいお元気ありがとうございます。ちょっとあとでマリナさんにもお礼しに行かなきゃお元気タワーなのこれ。え、すごいね、お元気お元気タワー分お元気なの、ありがとうございます。滑り込みお元気待って、お元気っておもろいねお元気やばい、お元気タワーって面白いありがとうございました。また後でね、ありがとう。